ユベントスに所属する、元イタリア代表ジーケージャ、ルイジ・ブッフォンに対し、フランクフルト、土国外語クラブが獲得への関心を示している。ユー、医師、トゥットスポルトが報じたとして、ルチョメルカートなど、複数メディアが伝え、今シーズンのユベントスはダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、イタリア、表とユベントスの聖守護神として、長年君臨、テイタ・ブッフォンは、今年1月で43歳。すでにレギュラーの座を、ボイチェフ・シュチェスニー、譲ってはいるが、今季もリーグ戦7試合を含む、指揮戦12試合に出場し、セリエ A 最多出場記録もさら、した。ユベントスとの現在の契約は今季末ま、となっているが、その後の去就は、不確定。現役、シリーズか、ユベントスとの契約延長か、他クラブへ移籍か、あらゆる可能性が残っていると見られている。イタリア国内からはアタランタなど、獲得に関心。一方で国外からは、ギリシャの、オ・ンピアコス、ドイツのフランクフルト、ポルト、ルノ・スポルティング CP、トルコのガラタサライ、クライナのディナモ・キエフと各国の強豪、ムが獲得に名乗りを上げたとされている、ベントスを退団するのであれば、5月に行われ、コッパイタリア、イタリア杯決勝のあたら、他戦が、ラストマッチになることが見込まれ、その後は、長谷部誠と、鎌田大地の所属するフランクフルトなど他国へ移籍する、可能性もあるのだろうか。両。